援ソングを作ってみた。どうも梅田元気曲です。そして今回は梅田元気曲の応援ソングを作ってくださる方をお呼びしましたというか、はい、その方のお家にお邪魔しております。どうも、元人力車で芸人やってましたマノトです。お願いします。ありがとうございます。この度は本当に初対面なんですよね初対面です、はい、なんですけどちょっと家に、はい、ちょっと来ることになって、はい、すいません本当にこんな学ラの姿のわけわかんないやつがお邪魔しちゃっていやいや、はい、いやいや全然。僕はもうずっと前のグルービーラビッシュさんの時から活躍を拝見してて、はい、そうですね、はい、だから僕は直接知らなくて、はい、ツイッターで知ったっていう、でその後 YouTube を何個か見せてもらって、はい、っていう間柄ですね。はい、どうですかそのなんか梅田元気曲の YouTube とか見て、はい、どんな印象があったとかありますか？モニター横、はい、さんまさんの、はい、とかのを見てるから、その今勢いがある芸人さんっていう。あ、なるほど去年がそうだったんですよね。あ、はい、去年こうなって、うん、で今ちょっとこうなりやすいあ、そうだ、はい、じゃあ今から頑張っていきたい。ここからまたこの YouTube で本腰入れていきたいなと思って。あ、 YouTube をそんなに頑張ろうと思ってる。そうなんですよ、ちょっとそういう動画の時に、うん、ぜひこう真野さんに作っていただいた曲を差し込んだりできたらなと思って、うん、あ、 ありがたいありがたい、はい、そうですね、今回お願いしたいんですけども、はい、作っていきたいと思います。はい、お願いします。元気よく、一つずつ聞いていってもいいですか？はい、YouTube チャンネル名が何でしたっけ？梅田元気よく。あ、 YouTube の、ね、YouTube 上のコンテンツも応援するっていう。そうですね、もう見てる人を元気に笑顔にっていうコンセプトになります。あ、もうコンセプトがもうそれだもんね。はい、じゃあもう A メロ、B メロ、サビ、そうですね、ぐらいのワンコーラス。はい、まあ、もちろん芸名ぽく元気っぽい曲。そうですね、元気な曲、はい、もう応援歌みたいな感じで。あ、梅田元気よくが歌う、ちょっと歌いたいですね。あ、ちょっと歌う、はい、なんかネタとか普段やってるブリッジみたいなので、はい、使ってるワードみたいなのは、ワードはもう芸名にも入れてるんですけど、元気よーってのは入れてますね、はい、あとネタのなんかブリッジみたいな感じで、トーハイ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 っていう、不当ハイ、トーハイ、はい、違う、はっきり言うと、トーハイ、違う違う違う、はっきり聞きたいの、はっきりですよね、はっきりそうだ、ゆっくり、トーハイってなるんですよ。あ、ダメだ、はい、ダメだ、じゃあ一応書いとくわ、はい、ごめんごめん、まあ、ワンコーラスだったら A メロ、B メロ、サビ、はい、をなんとなく考えて、うん。曲を作ってどうでしょうって一回聴いてもらって、そうです、ね、仮歌を俺が歌って聴いてもらって、はい、でまた録音してっていう流れになるか。はい、ありがとうございます。まあ、なんかこういう曲作りの時とかによく言われるのが、はい、ペルソナみたいなさ、はい、ビジネス用語だったりするけど、一、はい、人選ぶみたいな、はい、こういう人を一人仮定して、はい、その人を目がけて作るみたいな、はいはいはい、方法がある。はい、だから応援したい人一人を、うーん、な、まあその架空でもいいんだよね、はい、あそこに住んでるっていう人を作ると、まあ、その人を応援する歌詞が出やすかったりとか、はい、実際にそういう人がいないとしても刺さるっていう。うん、例えば、うん、野球場とかの応援席に来てるけど、うん、なんかみんなと同じようになんか大きい声出すのにちょっとためらっちゃう、あ、ある人みたいのとかどうですか？いや、いると思う、はい、絶対いるよね、そういう人の方が大多数な気もする、はい、すごいね、なんかその目線ってさ、はい、応援団としていてこっちにいる人、そうですね、ここら辺にいる人じゃん、はい、そういう人ってこの人を応援してるっていうこっち向いてんだけど、はい、この人も応援してるみたいな。そうです。で結構でもそれ応援団の本来の形というか、なんか一般的なイメージは、うん、なんか応援団が直接選手を応援してるような感じすると思うんですけど、うんうんうん、実際には応援団が応援席に来てる人、なんとなく見に来てる人含めて、うん、全員を応援団にして選手を応援するみたいな感じなので、うん、引っ張っていくっていう、ね、そうなんですよ、ね、あ、そうかそうか、でそういう人こそこう心を動かさなきゃいけないっていう職種というか、すごいすごい面白いね、はい、まあ
まあでもそう言われたらなんか深み出てくるだからまあイメージね、だから梅田元気が真ん中に立ってて、はい、野球場があってここで応援をかけてて、はい、で後ろにいる、はい、だからこの人をこっちに応援しつつなんだけどあなたのことを応援してるよっていう、そうですね、その仕組みというか、はい、流れになってたい。あ、いいっすね、それ、はい、スポットライト別にここだけじゃないよってことですよね。ちょっといいワード出たんじゃない？スポットライトは、スポットライトはグラウンドだけのものじゃないみたいな。もうこれで A ベロっぽくなる。お、なんかスポットライトはグラウンドに向けられただけじゃなくて、はい、それを見てる君にも当たっているよっていう。おお。で、まあ締めくくるとしたら、まあ一緒に応援するから思い切り応援しよう。はい、っていう気持ちが最後にあるところなんですね。声出そうみたいな、手を叩こうみたいな、はい、確かにここ B メロでもいけそうなんだよな。うーん、 B メロでサビに入る前にスパッツライターが見てる君にも当たっているって言ってそのフレッシュっていうからサビに行くの気持ちいいですね。そうだね、はい、うわってやられた、はい、行くっていうサビに一緒に声を出すそうだね、元気よくって言って曲が始まってもいいし、元気よくを A メロの最初に入れちゃう。なるほど、うん、結構その応援団は基本的に元気よくって言って曲が始まるみたいな、あーそう、定番なところがあるので、あーじゃあ元気よく応援部の、あの心情として、うん、試合に負けたら応援団のせいみたいな、応援の力が足んなかったみたいな、だかといって試合に勝ってもそれは選手のおかげみたいな。あ、かっこいいね、はい、応援なんてかっこいいあと応援が始まると、うん、まあ、今僕はやってないですけど大学の応援団は腕章って言って腕になんか、はいはい、学校のマークとか入ってるような、うん、あれした瞬間が一番スイッチ入れるっていうか、よし今から応援行くぞっていう、なんかそれちょっと入れたいね、はい、A メロっぽいね、はい、なんかそこからスイッチ入るじゃないですか。そうですね、で今の僕だったら鉢巻き巻くみたいなとこになってくるんですよ。だから何千何万と応援してきたこの始まりないかグランナリーですよね。それを身につけて今からやると、はい、フレーフレーって結構あるね、サビで使われてるよ、ね、あー、まあ確かに、あのフレーフレーって結構あの危ない走り、ね、あーなるほど、確かに代わりのよくあるゴーファイトウィンとか、あーいいな、はい、ゴーファイウィンめっちゃなんかはめればなんかね、はい、覚えやすそう。Go fight win。Go fight win ですね。まあどういう気持ちで応援してるのか。うんうん、届くと信じてるみたいな。うん、Go fight win。一人じゃないみたいなことですかね。なんか。うんうんうん。そうだね。みたいな。肩組んでとか。うん、結構得点が入ったりしたらもう。見ず知らずの人でも隣にいたら肩組んで応援歌歌うみたいなのがあるんで、なんか、まあ、こういうの聞いちゃうと「Go fight win」とかは結構斜め向いてるような気もしちゃうんだよね。なんかそのストレートな応援じゃない、はい、あのみんなの共通で知ってるのはやっぱ頑張れ頑張れ頑張れ、うん、元気よーく最後にワンフレーズサビの最後ですよね、まあ、そのエールはその声はいつか自分に返ってくるみたいな、ああいいねいいねことも言えたらいいですね、まあ、だからその声はいつか君の背中を押す、押す、ああいいですね、はいはいはい、負けても明日も応援するよみたいな今日ダメなら明日頑張ろう、今日はダメでもまた明日Go fight win みたいなですね。元気よくとかもいいですかね。ああそうだねそうだね、それでもいいね。はい、あでも最初にもしこれを言ってたとしたらいいね。元気よくで始まって、そうですね、サビの最後。ね、あいいんじゃない。おもう高校まで考え込むとさ、はい、PV にした方がいいんじゃないか。PV も作りたかった。だってすごいいいことになってるよ、ね、いいことになってますと、めちゃくちゃそう、通行に思えるけどって応援してたら、うん、
それが頑張ってることで、その頑張ってる人がいつか応援されるんだよ。そうです、メッセージが、ね、すごいよ、ね、応援部のメッセージが全部詰まりそうな PV にしたいですね。なんかしたくなってくる。本当にこう今日普通に聞いてて、はい、思いがいいから応援部目線での応援歌みたいのはなかったかもしれないですね、あんまり。ああそうか、はい、きっとないんでしょうね。あ、はい、はい、多分いいと思います。はい、はい、これで楽しみできたと思うんで、一回歌詞のやり取りして、はい、録音を今度またはいしましょうか、ね、お願いします。はい、お願いします。はい、というわけで、はい、完成が楽しみです。はい、はい。